ワープロ使えるうん、使えるよ。もう行ったいえ、これから行くところ。すみません、紙2、3枚いただけませんかどうぞ。どうも、恐縮です。手紙書いた書こうとしたけど、時間がなくて書けなかった。 お宅は便利ですね。便利なことは便利ですけどね日本語お上手ですねいえ少しは喋れるようになったけどまだまだですねすみませんあけいちゃんちょうど今お茶入れようとしたところよどうぞ失礼します 宮地さんはい電話が入ってますよ誰から林さんちょっと待っててもらえないこっちすぐ終わるからよく降りますね本当にもう梅雨が始まったみたいいやですね梅雨はテニスしようと思っても外に出られないしテニスなさいましたっけ始めたところなんですけど 駅からお宅までは歩いてはちょっと無理ですねじゃあ通勤には全部でどのぐらいかかりますか1時間半ぐらいでしょうかワープロをお使いになることありますかええよく使いますよ今日も試験問題作ってるところなんですが全部ワープロですよやっぱり便利ですか ええ、変えたいところがすぐ変えられますしこの計算機直していただけませんかちょっと見せてくださいああこれは私にはちょっと直せませんねやっぱり専門の人に見てもらった方がいいですよそうですかええすみません そろそろ就職のことを心配してるんでしょはい。どんなところに勤めたいの大学でコンピューターやってましたから、それを役に立てたいと思うんですけど。どういいところへ入れそう。いや難しそうですね、今年は。あの通訳、東大の科学のゼミに2、3回来たことのある留学生みたいですが、違いますかいえ。 別の人じゃありませんかあの留学生はもっと大きかったんじゃありませんかよくは覚えていませんけどそうだったかもしれませんね例の翻訳もう全部できましたとんでもないこれから始めるところですえ本ほんと間に合うかな心配だな大丈夫ですよ 私の仕事が間に合わなかったことがありますかそれはそうだねじゃあよろしく頼みますよお宅はお医者様でいらっしゃるから娘さんもお医者さんになさりたいでしょうまあ医者になってほしいことはほしいんですけどあの子は医学部は無理ですよどうして生物がダメですから。 それに、社会学や人類学の方が好きらしいんですそうなんですかあのワープロ使ってやろうと思っている仕事があるんですけど文学部のワープロ貸していただけないでしょうか申し訳ありませんがあれは文学部の方にしかお貸しできないことになっているんですそうですか申し訳ございません 試験は今日終わったところできた書くことは書いたけどね地理が危ないな哲学はあれはなんとかどうしても思い出せない名前が一つあっただけでもやっと終わったねうんやっと自分の好きなことに時間を使えるね仕事を始めるのはいつですか 私はいつでも始められるんですけど、コンピューターが壊れているんですよ。いつ壊れたんですか昨日です。夕方、始めようとしたところでダメになっちゃいましてね。誰か調べてくれているのそれはもちろん。工学部の専門の人が見てくれてます。先生は地理がご専門でしたね。はい。吉田先生をご存知ですか い,いえ医学がご専門なんですがこの辺の地理についてもよくご存知でしてねええ、今本を書こうとしていらっしゃるんですよそうですかそういう方にはぜひ一度お目にかかりたいですねいつか紹介していただけませんかえいつでも先生のご都合のいい時に英語の勉強どうですか なかなか大変ですよでも英語の新聞が少し読めるようになりましたすごいですねしかし読めると言っても初めから終わりまで読むのは大変な時間がかかるから無理ですねでも少しでもできるんだからいいですよ私は全くダメで英語と聞いただけで頭が痛くなる <laughs> もしもし山田でございます あもしもし山田さん橋本ですがあ先生おはようございますおはよう君明日来てもらえるかないいですよ午後でよろしいですか朝来られないいえ伺いますが何時ごろ伺いましょうか10時ごろ来られるはい10時ですねうんじゃあまた明日失礼いたします 今度の旅行はどちらですかニューヨークですでもニューヨークに行く前にシアトルに寄るんですああ、シアトルにどなたかいらっしゃるんですかええ弟が行ってるんです会えるのが楽しみでそうでしょうね弟さんはお仕事でいらっしゃるんですかええあの向こうの会社に就職したんですああそうですか えー、今日のセミナーでは北海道大学の伊藤先生にアメリカの女性文学についてお話をしていただきます伊藤先生はご専門はもちろんアメリカ文学でいらっしゃいますが言語学についてもよくご存知でいらっしゃいます今日は文学を言語学的に見た場合のお話をしてくださいます先生は同じ内容の本もお出しになったところでございます えー、今日はお話を45分ぐらいお願いしてございますがそれが終わった後も30分ほど残っていただけるそうでございますのでいろいろ先生に伺いたいことのある方はその時にお願いいたします。では伊藤先生よろしくお願いいたします。 このの翻訳がやりにくいのはどうしてですか私も今考えていたところなんですが専門的な言葉が多いしそれからこれを書いた人の考え方が非常にアメリカ的なんですねはあそれを日本語にするのが難しいんじゃないかなまあなんとかやることをやってみますがもう少し時間いただけませんかいいですよこちらの方はまだしばらく待ってますから。 ドイツ語できますかドイツに住んでいたことがあるので話すことは話せます読み書きも少しはできますけどあんまり難しいものは読めません英語は英語は全然しゃべれないんです大学で習ったでしょうもちろんですが読み書きだけでしゃべる方はあんまりそうですかじゃあドイツ語を生かして仕事がしたいということですねはい